はい、本日はですね、サンダルを使った1週間ゴールドをやっていきたいなというふうに思います。で、今回使用するサンダルはですね、こちらのサンダルになってるんですけども、こちらはレインボーサンダルって言って、以前動画でもご紹介したことがあるサンダルなので、まあもう気になる方はそちら見ていただければなと思うんですが、これを使った1週間コーデをやっていきたいなというふうに思います。で、今回ですね、特に初心者というか、あんまりファッションに詳しくない方というか、そういう方に特に見ていただきたいなというふうに思ってまして、まあなぜかというと、サンダルっていうのはまあこれ無条件なんですけど、日焼けをすると絶対に似合うアイテムなので、まあ僕も日焼けをする前に一回ちょっと取っとこうと思って、まあ今回撮影したっていうことになってますので、まあ、特に肌の白い方であったりとか、あとまあ難しい着こなしとかは一切しないので、もう本当にシンプルな服しか着てないので、まあ、ファッションの組み合わせがちょっとよくわからへんっていう方に、まあ、今回参考になるんじゃないかなという動画になっております。で、ちなみにですね、この1週間コーデっていうのは毎回ですね、架空の設定っていうのを作ってるので、まあ、今回も架空の設定を作ってはいくんですけども、年齢が一応僕と同い年の30歳という等身大の年齢にしてまして、まあ、今回のお仕事っていうのはですね、居酒屋の店長ということになってて、お店自体は一応焼肉屋さんっていう設定にしたいんですけども、居酒屋の店長でめちゃくちゃまかない作んのがうまいという店長の設定をしていきたいなと思います。で、ちなみにこの30歳の居酒屋店長はですね、ちょっとファッションに関しては少し疎いっていう部分があるので、もう春頃から毎日サンダルを履いてるという設定にしてまして、でなかなかファッショナブルに着こなすのが難しいという設定にしておりますので、まあ、着こなしがよくわからない方は参考にしていただければなと思いますが、まあ、それ以外の細かい設定としてはですね、一応彼女がいてまして、彼女が焼肉屋さんのアルバイトの女の子で、大学1年生19歳ということになってて、ぐんと年は下なんですけど、まあ、その女の子が、まあ、自分家に転がり込んできて、まだ付き合って2ヶ月なんですけど同棲してるという設定になっております。ではですね、その30歳居酒屋店長の、まかないがうまいおしゃれじゃない店長を見ていきたいなというふうに思います。ではですね、まず月曜日っていうところなんですけども、まあ、月曜日はですね、こんな感じでパーカーを着て、ハーフパンツを履いてるっていう感じなんですけども、まあ着こなしの特徴としてはですね、まあ、サンダルをずっと、まあ、今週1週間は履いてなきゃいけないっていうことになってるので、まあ、サンダルを履くんですが、この時にスウェットに下のパンツもスウェットってなっちゃうと一気に部屋着感出ると思うので、まあ、こういう時はハーフパンツ履いて上にパーカーっていう感じなんですけど、着こなしのコツとしてはですね、これ重要なんですが、上か下どっちかが短い場合っていうのは両方とも短くしないっていうのがコツになってて、まあ、特に肌が焼けてない状態の時とかって、下のズボンが結構短くて上も短くしちゃうと一気に夏休みの少年感が出ちゃうので、まあ、下が短いのであれば上は長く、で逆に上が短いのであれば下は長ズボンっていう感じにしといた方が結構バランスは取りやすかったりするので、両方とも短くて色が白いと少年な様子が出ちゃうので、まあ、その辺は難しいかなと思いますので、まあ、今回は下を短くして上を長くしてるっていうバランスをとってます。で、ちなみに定休日明けの仕込みから入るってことで、まあ、昼過ぎぐらいから仕込みをするので、よし今からぼちぼち仕込みに行こうかということで、まあ、彼女は部屋に寝てるんですけども、彼女を置いて自分だけ仕込みに行ってるという感じになってて、ちなみに彼女は今日は5時からホールなので、まあ、5時からまた会うんですが、それまでは仕込みのために一人で向かってるという感じになっております。ちなみに得意なまかない料理は他人丼でございます。では次行きたいなと思います。次は火曜日ですね。まあ、火曜日はですね、まあ、こんな感じで、まあ、この基本的にはラフな感じなんですけども、まあ、サンダルを履いて、先ほど言ったみたいに下が半ズボンなので上は長袖を着てるという感じになってて、まあ、これを見てもらったら、下はハーフパンツになってるんですけど、これアウトドアのノースウェスのパンツになってて、で上は無地のロンティーっていうことになってるので、基本的に今回1週間を通して柄とかは一切着ないので、本当にシンプルな、どこでも買えるようなアイテムを、まあ、使ってるという感じになってますので、まあ、こういったドシンプルなアイテムなんですけど、まあ、唯一こだわりとすれば、下のパンツのノースフェイスというロゴがあると思うんですけど、これが白になってるので、まあ、それと上のロンティーが白っていうので少し微妙な統一感を合わせてるっていうことになってて、まあ、これを上を変に明るい色とか変な色にしちゃうとなんかちぐはぐになっちゃうかなと思ったんで、まあ、白で、まあ、こじんまり抑えたということになってるんですが、一応足元を見てもらうと、まあ、アンクレットは左足につけてるんですが、まあ、こういうのとかもあるかないかで結構イメージ変わったりするので、まあ、特にこういう夏場とかって小物があった方がおしゃれ感は出るんですけど、まあ、これでアンクレットがなかったりすると本当にただの夏のおっさんになっちゃうので、まあ、一応こういうのをつけてるということになってて、まあ、これは一応設定としては彼女からもらったという設定になっております。まあ、この日はですね、一応昼からの仕込みではなくて社員が昼から仕込みやってるので、まあ、店長はちょっと社長出勤ということで、夕方から彼女と一緒に5時から出勤という形になっております。まあ、店長はもちろんキッチンなんですが、彼女はホールで働いたということで、帰宅するのも同じ家に帰宅していくという流れになっております。では
次水曜日いきます。で水曜日はですねこんな感じで両方とも長い長いっていう初めてのパターンで来てるんですけども、パンツも長くて、上も長いっていうことになってるんですが、こういうちょっとシンプルでいかにもちょっと部屋着っぽい雰囲気になりそうやなっていう時に、あの救世主っていうのが、こういうふうに持ってるカーディガンとかをジャケットを持ってますよっていうのを1枚サッと持ってますっていう雰囲気を出すだけで部屋着感がなくなったりするので、もし仮にサンダルを合わせられてなんかちょっと俺部屋着っぽいなと思われた場合は、ちょっとジャケットを持ったりとか、カーディガンを持ったりするだけで、一気に私服感が出ると思いますので、もし仮に物足りひんなと思ったら、こういうのも一つテクニックかなと思いますので、こういう風にしてみてもいいかなという風に思います。基本的にずっとこうやってこの店長はサンダルを履いてるんですが、向こうでは一応あの長靴を履いてますので、あの長靴が蒸れるからサンダルを履いてるかどうかは分かりませんが、無類のサンダル好きということはおそらく間違いないでしょうということで、次の木曜日に行きたいなと思います。木曜日はですね、今回初めてちょっとあのカラフルな色を入れたんですが、黄色のパンツを履いて、で上は黒っていうことになってるんですが、これ基本的な大前提の鉄則としては、上か下どっちかに明るい色を入れたらもう片方はモノトーンにするっていうのもこれ基本的な鉄則になってるので、例えばパンツがピンクとかってなった場合は、上は黒であったりグレーであったり白っていうのを入れたら確実に収まると思うので、そういう着こなしがいいんかなと思うんですが、上級者の方とかやったら本当に色に色を足したりとかするので、そういうのも全然グラデーションとしてできたりするとは思うんですけども、まず迷われる方とかであれば明るめの色を入れたら必ずどっちかにはモノトーンを持ってくるってすればスタイルとしては収まるので、これが特に典型的な例なんですが、パンツは黄色で上をモノトーン黒に押さえてるっていうことで、ギュッと引き締まるっていう感じになっております。ただやっぱりですね、僕個人的にはこういうショーツ履いてサンダル履くときって結構日焼けしてるときが多いので、こういう日焼けしない自分っていうのがちょっと気持ち悪い部分はあるんですけども、飲食店とかでこう勤められてたりしたらなかなか日焼けする機会ないと思うので、設定的にもバッチリやなと思うんですが、そんな感じで、これが木曜日ということになっております。で次は金曜日ですね。で金曜日はですね、一気にこうシャツになって、あれなんかこうカッチリしてるやんっていうイメージがあると思うんですけど、これ実はですね、あの仕事先の制服を着てるだけっていうことになってですね、一応このシャツは仕事先の制服っていうことになってて、向こうでズボン履いてエプロン巻くっていうだけのスタイルなんですけども、本当は制服とかあの通勤で着ていったらあかんって言われてるんですが、この店長結構そういうのいい加減なので普通にシャツ着ていくっていう感じになってて、ズボンだけは自分の私服なんですが、シャツに関しては焼肉屋の制服を着てるという感じになっております。これを見てもらったら分かる通り、今回初めてシャツを出てきたんですが、パンツがこういう風なシンプルなタイプで、あんまりロゴとかがなければ上とかシャツとか全然合わせれるんですけど、パンツに例えばアウトドアのロゴがバッシーンって入ってたりすると、上のシャツっていうのが結構合わせづらくて、綺麗めとカジュアルがちょっとごっちゃになるので、こういう時はパンツは無地のやつとかロゴが入ってないパンツを合わせれば結構しっくりガンと収まるので、こういう風にすればサンダルなんですけど、大人っぽい感じっていうことで、パッと見られた方、金曜日やからおしゃれしてるんちゃうかって思われたかもしれないんですけども、いや全然そんなことなくて、ただ仕事先の制服を着てるだけということになっておりますので、基本的には金曜日で合コンがあると思われる方も多いと思うんですけど、金曜日なんですが、これ今回彼女が19歳の大学1年生っていうことなんで、ものすごい束縛が厳しいので、そんな絶対合コンなんか 100% いけないですし、携帯チェックを毎日されるので、そんな女気は全くありませんというところだけお伝えしておきたいなと思います。では次土曜日ですね。土曜日は、カーディガンをパッて羽織ってるんですが、これはですね彼女に言われたんですけども、19歳の彼女に毎日サンダル着てラフな格好してんのもううち嫌やみたいな、で今日こそは土曜日で明日日曜日仕事休みやねんから、土曜日仕事終わったらご飯一緒に行こうねって言われてから、カーディガンぐらい着といてやって言われて、あ分かった分かったって言いながら顎に手を添えてなんかちょっと考えてはいてるんですけど、その彼女との将来のことを考えてるのか、このまま付き合っていいのかって考えてるのかちょっと分かりませんが、一応そういうふうに考えながら仕事に行ってるというスタイルになってますので、このポイントとしてはですね、上も下も長袖長ズボンで行く場合っていうのはですね、足首とか手首とかを見せるっていうのが結構ポイントになっててですね、こう今もそうなんですけども、ちょっとこういうのって巻くだけでこじゃれた感じとかが出てきたり、もちろんこういうのとこにアクセサリーとかつけたらさらにそうなんですけども、この30歳の居酒屋店長はそんなにファッショナブルじゃないので全然何もつけない、僕も等身大で何もつけないんですけども、何もつけなくてもこういう風にちょっとまくるだけでも雰囲気がちょっと変わったりするので、カーディガン着た際もちょっとこうやってまくっておけば、やぼったい印象はないかなという風に思いますので、この辺もちょっとしたテクニックかなという風には思います。ということでこの後仕事が終わってから、同棲してる彼女と、レストランに行きました。ちなみにレストランはガストです。では次日曜日に行きたいなと思います。
で日曜日はですねこんな感じで一気にこうサングラスとか持ち出してなんかちょっと変わってるやんって感じなんですが、これもですね彼女に言われました、日曜日休みやねんからドライブに連れてってよと。でドライブに連れていくっていうことになってて、で19歳の女の子が好きなとこって言ったらドライブって言ったら海しかないんですよね。なので海に行くという設定になっておりまして、まあ、サンセットを見に行くというスタイルがこのスタイルということになっているので、あえてデニムの薄いデニムを履いて、で上は、ネイビーのロンティを着てるという感じになってますので、まあ、この辺全部この1週間コーデ見てもらったのって基本的には単色で柄なしで本当にシンプルな着こなし、ロンティ着るだけ、シャツ着るだけ、カーディガン着るだけっていう本当にシンプルな着こなしなんですけども、要所要所で手首まくってたりとか、あとパンツが短かったら上は長くしたり、上が短かったら下を長くしたり、まあ、ちょっとカーディガン持ったりっていうちょっとしたコツをやるだけでも結構見え方って変わると思うので、まあ、ファッショナブルな店長ではないんですけども、一応こういうところで見せ方を変えてるという感じにはなっております。でちなみにですね、この日曜日だけはあの夕食を家で作るってことになってるんですが、基本的に月曜日から土曜日までは仕事で疲れてるので晩飯は作らずにまかないばっかり食べてるってことなんですが、日曜日だけ唯一家で自炊する。でそれはまかないを作るのがうまい店長なので、何が一番うまいかっていうと男が作るパスタ、これが一番うまいんですよね。なのでちょっとグーとかいろいろ混ぜながら創作でパスタを作っていくっていうのが19歳の彼女の一番の楽しみっていうことになっております。はい、というのがですねこちらのサンダルを使った1週間コーデということになってるんですが、まあ、サンダルを使っておしゃれに見せるのって結構難しかったりするんですけど、まあ、それも先ほど言ったみたいに服の上下のバランスを見ていって、上下の上が短かったら下を長くする、下が短かったら上を長くするといった感じでバランスをとっていけば子供っぽさっていうのがなくなるので、まあ、その辺でバランスを取ったりだとか、あとちょっとやぼったいなと思ったらジャケットを持ったりカーディガンを持ったりするだけでも雰囲気変わりますし、あと3つ目のコツっていうのはこういう風に手首とかを見せるっていうのがまあこなれた感じが出るので、まあ、この辺とかもおすすめかなというふうに思いますので、まあ、サンダルを使ったコーディネートもそうなんですけども、ファッションがなかなかちょっとわからへんとかっていう方もこの辺の3つのところを使ってもらえればあのそれなりに収まるかなと思います。あ、であと4つ目っていうのがカラフルな色を使うときは上下どちらかは必ずモノトーンを入れるっていうのもまあコツかなと思いますので、この4つは僕いつも必ずやってるんですけども、まあ、これやってて外すことって絶対ないので、まあ、僕のコーディネート全部見てもらったら絶対この要素って入ってるので、袖をまくったり派手な色を使ったらモノトーンにするっていうのはまあ必ずやってることなんで、まあ、それをやっとけばそんな変なことにはならないかなと思いますので、まあ、おしゃれかどうかわからないんですけど変な風にはならへんかなと思いますということになってますので、まあ、本日は一応30歳の居酒屋店店長で服にあんまり疎い人がおしゃれをしてみたらまあこんな感じということになってますので、まあ、参考にしていただければなというふうに思います。というわけで今回はこれで終わりたいなと思いますので、また別動画でお会いしましょう。ではありがとうございました。